コロナで不安を抱えているのはあなた方だけではございません。なので、不安を抱えているからといって、それを隠す必要はないので、不安だ、不安だというのは、包み隠さずですね、いろんな人に言ってください。ただ、これだけ、コロナ禍の生活が長くなってくると、コロナに対する対応も見えてきます。今日、いくつかの質問にお答えさせていただきましたように、実は危険性がそう高くないものも見えてくるわけです。今後、ワクチン等も開発されます。もしかするとコロナの弱毒化も進んでくるかもしれません。がん治療におきましては新しい治療もどん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 出てきます。いろんな不安を抱えながらでございますけれども、ぜひ積極的に前向きに治療を受けていっていただければというふうに思います。